どうもどうも、中野実験室です。マインクラフトです。今日はここガラス島の木造建築の進捗状況をお伝えします。撮影日は10月29日、2018年10月29日であります。これはポールの上に見張り台を作っていたんですけど、その一つです。見張り台がまあ全部完成したので、その4つをお伝えしようかと思います。これが一番最後尾にある一番低いポールの見張り台ですね。ちょっとまあ高さの関係でガラスの屋根をぶち破ってるんですけど、まあこのように下にポールがありまして、一番上に見張り台ができているという感じです。まあ形は全部統一して同じにしたんですけど、一つ隣の見張り台に登ってみましょう。はい、登りました。まあこんな感じですね。同時に隣の見張り台も見えています。まあ視点を変えますと、こんな感じの見張り台が、それぞれのポールについている感じです。まあせっかくなんでそれぞれ見ていきましょうか。まあ、この形というのをもっと丸に近い形にしたりとか、おや、あんなところにクリーパーがいますね。一応あそこは湧き潰しがされているはずなんですけど、いるということは湧き潰しができていなかったということでしょうか。一応絨毯は引いてありますけど、まあ今ははしょりますけど、ちょっと湧き潰しの確認がいりそうですね。もしかしたらあそこはできていなかったのかもしれません。まあまた後で確認しておきます。で、まあこれを2つ並んで大体同じ高さなので、1つだけ確認しておきますと、このような感じですね。下の方の見張り台も見えている感じです。視点を変えてみますと、まあこのような感じで、ポールごとに見張り台が並んでいる感じです。では一つ下の見張り台まで移動してみようかと思います。ちなみにこのポールの途中に足場が、仮の足場がまだ残ってるんですけど、まだちょっと湧き潰しできていないところとかがあると思うので、そのあたりを完了させてから撤去しようかと思っています。一つ隣の足場に、あそこに行きたいですけど、柵ができてつけてあるので、乗り越えられないので、室内を通っていきましょうか。まあそういうふうに作ったんだから、当然といえば当然なんですけど、建物が完成しちゃうとちょっと移動がしにくくなるという、まあ一種のマイクラあるあるのような状態だと思います。ではこれを登っていきましょう。一応、羊毛の上を湧き潰ししたんですけど、はい、登ってきました。ポールの木材の上とか湧き潰しができてなかったりするんで、そのあたりをちょっと完璧にしないといけないですね。できれば松明以外で湧き潰しができたらベストなんですけど、ちょっとどうしようか、わからない状態です。茶色の羊毛で絨毯を引いちゃうっていうのもまあ、ありな気がするんですけど、どうしようかなって感じですね。ハーフブロックを引くとかでもいいような気はします。一番、向こうにある見張り台は以前紹介したことがあると思うので、このポールの紹介で、この動画は終わりにしようかと思います。こんな感じですね。まあ、ポールはできたので、湧き潰しの残りをやって、あとは内装とかをどんどんと進めていきたいと思っているところであります。
それではまたお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。